クリサとするなら、AKG。応援よろしくお願いします。いつもご視聴いただきありがとうございます。赤ゴリです。おつぐり。さあ今回も面白かったらぜひ高評価お願いします。お願いします。さあそれでは参りましょう。検証スタートです。まずは荷台付きの車にガス缶が乗せられなくなったらしい。ガス缶が乗せられなくなった。建築を使っても乗せられないのか。建築を使えば少しだけ乗る。これ荷台付き以外の車だと普通に積める。続いてハイステッドエキゾチック武器ワンマッチで同じ武器はあるのか調べてほしい。この場合だとレッドアイのエキゾチックが他のホロ宝箱にもあるのか、あるいはワンマッチで一つだけなのかって検証。結果は複数ある。さあみんなが選んだ好きな拡張ランキングいきましょう。まずはトップ5。スラップサープラス。宝箱から 100% 出るのが嬉しい。その上回復もできて移動にも便利。続いてはトップ4。キーマスター。高リアリティ武器や回復アイテムゲット確定。続いてはトップ3。チャグガンナー。ソロよりもデュオ以上で大活躍。最近なんか出やすくなったって噂も。さあトップ2。スナイパーサープラス。一発でも強いのに二発は強い。さあいよいよトップ1。今一番人気があるのはエアリアリスト。ブレイドとの組み合わせは最強。
やっぱり祭典会はどのシーズンでも人気が高い。結果はこんな感じです。こういう時に気になるのが6位は何だったのか。惜しくも6位は中高系団アンプ、まあ、最近ちょっとね弱体化されたみたいですが、割とガチ勢っぽい人からの意見が多かったです。拡張ランキングのコメントやフォーム多数いただきましてありがとうございました。高評価した？あ、忘れてた。高評価お願いします。よかったらチャンネル登録もお願いします。さあ砂で夜空を見上げるといきましょう。ちょっと見ててくださいね。これ星でしょうか。星って前からこんな感じだったのか、まあ、気にして見てなかったので、前からこんな感じって言われたら確かにそんな気もしなくはないけど、キューブにも見える気がする。そして色も紫っぽい色と水色っぽい色がある。チャプター2シーズン7、信号が遮断された。ワンタイムイベント、オペレーションスカイファイヤー。なんとかするわ、生き延びて。こんなのありえない。もう二度と払われないはずだったのに。前のやつで島イメージとしてはこんな感じでキューブが落ちてくるのかもしれませんね。見上げてみてください。星なのかキューブなのか分かりませんが、次の伏線かもしれない。前回の動画でいただいたスーパーサンクスです。100円、風神くんさん、スパゴリ Thank you、 ありがとうございます。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな検証してほしいがありましたら、コメント欄または他の人に見られたくないって人は概要欄のコメントフォームからお願いします。以上、若ゴリでした。バイバイ。おつぐり。Thank you.
ー。